キースバーロー・ヘルナンデスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンフランシスコ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1971年のメジャードラフト会議で、セントルイス・カージナルスから42巡目と、後の実績を思えば非常に低い評価で指名され、入団。1974年8月30日にメジャーデビューを果たし、 3年目の1976年には持ち前の高打と高守備で1塁のレギュラーを獲得。1979年には161試合に出場して打率。344で首位打者を獲得。11本塁打、105打点の成績を残し、この年のナリーグ MVP に選出された。1982年にはチームがワールドシリーズに出場し、 ミルウォーキーブルワーズと戦う。第6戦で本塁打を放ち、チームをワールドシリーズ制覇に導いた。翌1983年6月15日に2選手との交換でニューヨークメッツにトレードされた。カージナルスの監督ホワイティ・ハーゾグが年齢的な衰えを懸念して放出したものであったが、メッツにとっては成功したトレードの一つとなった。 1985年にピッツバーグ薬物裁判に関連してパイレーツの当時の本拠地3リバーススタジアムでの麻薬の密害使用に関与した発覚し100時間の放仕活動と麻薬の抜き打ち検査を受けることを条件に出場停止処分を逃れるがチーム及びファンから熱烈な指示を受けてその後も活躍1986年には打率310 13本類打、83打点の活躍でチームのワールドシリーズ制覇に貢献した。1987年からはチームの初代キャプテンに任命され、この年も打率290、18本類打、89打点の活躍を見せるが、1988年以後は衰えが目立ち、1989年限りでメッツを去り、クリーブランド・インディアンスに移籍。 1990年も43試合の出場にとどまり、この年限りで現役を引退した。守備力にも優れ、ゴールドグラブ賞を1978年から1988年にかけて11年連続で受賞している。ヘルナンデスの一塁守備が優れているため、1980年代半ばのシカゴカブスの監督ジムフライは、ランナーが二塁でホースアウトになって、 ピッチャーがランナーになるよりは、マシとしてメッツとの試合では、投手にあまり送りバントをさせなかったという。選球眼に優れ、通算でも三振よりも死球の方が多い。1977年から1986年まで10年、連続して三振よりも死球の方が多かった。1980年から1988年の 間にメジャーで公式記録だった勝利打点もその間に129記録しており、これはメジャー最多。1985年の24はシーズン記録である。1987年に打撃不振に陥った時にテレビで見ていた父からアドバイスをもらって立ち直った。その父は第二次世界大戦で海軍に従軍し、野球殿堂入りの強打者。 スタン・ミュージアルト海軍の野球チームのチームメイトであった。ヘルナンデスにとってのヒーローミッキー・マントルの7がついた背番号を望む。カージナルスでのデビュー当時は18で1975年までつけたが76年には37に変更。83年途中に移籍したメッツでは37が初代監督、ケイシー・ステンゲルの永久欠番のため、 17をつけた。メッツ時代のチームメイトのうち、ロンダーリング、ボブ・オヘイダ、ロジャー・マクダウエルはいずれも遺跡後、ヘルナンデスに敬意を払って、背番号17をつけた。ありがとうございます。